はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらの100万人突破記念スペシャルガチャを引いていきたいと思います。ユニフォームの、キバ妹と、しぐれちゃんがデビューとなってまして、で40連目と50連目はバナーキャラから PSR1 枚確定と、まあかなり、豪華な内容になっていると思います。最近ねこの PSR、確定系のガチャが、まあ、ちょいちょい来て、しかも今回はね、40連目50連目と、2回連続で PSR 確定という形になってますので、まあ一応まあ節目になる100万人突破記念と、いう名のガチャにふさわしい感じにはなってるかな。で、このガチャをねごめんなさいちょっと引く前に、今あのミキサー祭りあるじゃないですか。でちょっとだけねボックスをすっきりさせたいので SR のミキサーガチャを2回だけやります。で骨とかはね、まだ使わない感じにはなるんですけど、まあ、今回のミキサー祭りもどうかなっていう内容なんで、まだ骨系は取っておいて、まあ、なんかいいミキサーガチャの時が来たらもう全部骨はぶっ込んでいこうと思ってます。で今回はちょっとボックスの整理ということで、まあもうこいつは絶対いらないなっていうのをまた処分していきます。言い方悪いけどブとかね2個あるし、蛇島でも入れておきますか。2回やりますミキサーは。まあ、絶対これより良くなるかって言われたら、厳選キャラ全員把握してるわけじゃないからな。あれ、おお、やった、新キャラ。まあ、新キャラっていうか持ってないキャラだ。桜沢だっけ、急速だったよね確か。これもアプリとかで全然使ったことないからな、性能が分かんないんだよね。まあただいい感じにはなりましたと。でさすがに星空星光くんとかね、ロックは外してるけど入れらんないからね。二宮は俺はもう処分していきます。玉三郎も処分で、あと下の方だよね。矢部田さんも処分して、ブあと一人、ブロッコリーかなよし行きましょう。うん、小平くんか。小平くんもうプラゴになっちゃってるからね。小平くん放出すればもう一回できるかな。まあこのね普通の SR ママンモもね、いらないといえばいらない、もう PSR プラゴがいるんで。木本プラゴが1人いるからな、どうしようかな。取っておく必要はないかもしんないんだけど、1人2人で、巫女葵もねいらないはいらないんだよね。野球マン1号が PSR プラゴになってるから、グッサンはね別バージョンが出てくる可能性がかなり高いので、まあ、一応プラゴまで鍛えて別バージョンが出たら食わせていくっていう方向にしたいので、1、2、3、4、誰だ、さっき出てたの誰だっけ。小平くんか。小平くんロックを外さないといけないんだけど、こっからロック外せるんだっけ。ちょっと登場で、あ、解除できるようになったよね。ではではでは、滝本大西、名前忘れたあ、そう、久方で巫女葵で、どこにいる、あ、いた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 、小平くん。小平くんここにプラゴがあるから、もうこっちのさっき出た小平くんはちょっとロック外しちゃって、ミキサーをかけさせてもらいますと。よし、じゃあ行きましょう。これで、犬木か。あれ犬木ってどうだったっけ。まあいいや、じゃあとりあえずミキサーはこんなものにして、でボックスが開いたんで、あれ骨を手に入れた。ちょっとボックスを埋めます。これでガチャ引いてね、なんか余計なキャラがまたこのイベキャラボックスに入ってくると圧迫されちゃうんで、ボックスは一回ちょっと埋めてからガチャを引いていきます。適当にここら辺を全部ボックスに移動させて、ボックスをいっぱいにしてからガチャを引きましょう。
じゃあこちらの100万人突破記念ですね。でもうちょっとあのボンダ君が終わっちゃったんですけど、俺本当はねユニフォームのね木村ちゃん超欲しかったんだよね。引こうかな。ボンダ君もまあ持ってないから、まあもちろんあの新キャラだから当たり前なんだけど、持ってないからこの前のガチャね引こうかどうしようかすげえ悩んだんだけど、結局引かずに終わりました。まあボンダ君よりは、ボンダ夏之助ね、ボンダ夏之助よりはね本当にねユニフォーム木村ちゃんが欲しかったんだけど、まあちょっと見送っちゃったということで、まあ今回はこちらは引いていきます。まずはタンガチャから。うん、普通っぽい。レアあるか。じゃあ10連に行きましょう。ここはパワーストーン100個で引けるのか。で SR が1枚確定と。で毎回ね招き猫が1個ついてくるみたいですけど、招き猫1個とかなんかちょっとしょぼいよね。おまけさ、なんかもう少し豪華にしてくれてもいいと思うんだけど。おお、バット丸島だっけ。いつも使わないからな。1回目なんかすげえ微妙だな。全部 R か。バット丸島に全部 R。 招き猫1個とかね。だって10回引いてもさ10個しか手に入んないんだよ。さすがにそれはしょぼくないかっていう。じゃあ2回目はバナーから SR が、確定してますと。響きの心ちゃんとか一応持ってないキャラではあるんだよね。うん、お一つ。おー、キバ妹。キバ妹はね、このユニフォームの追加イベントが成功するとパワーヒッターのコツをねもらえるのがでかいんですよね。3くらいでねもらえた気がするんだよね。まあ、失敗するともらえないんで、ちょっとそこは成功失敗があるんですけど。とあと金徳がね情熱エールだからちょっと外野とかでは使えないっていうのは難点ですけど。じゃあ3回目はキバ妹か、しぐれちゃんか。まあ、どっちか確定。まあ、どっちでもいい。騎馬妹が出れば解放用に使うし、通常の騎馬妹どうしようかな。ただ来なくっけ。もう安定の1個だな。騎馬妹だね。芸術的流し打ちをね、持ってるキャラがね、意外に貴重なんだよね。本当はプラゴ突っ込んでもいいかなっていうのはあるんだけど、ほらなんかイベントとかでさ、なんか芸術的聞き流し打ちを取るとなんかプラスになるみたいなイベントが来た時にちょっと騎馬妹とか入れたいんで、通常の騎馬妹はまあ取っておきます。で4回目、ここは PSR、 バナーから PSR 確定ですね。でなぜかイベキャラ出現、 SR のイベキャラ出現率が2倍になってるという。2倍になっててもさ、2個出なかったら本当意味がないっていう。うん、1個だね。ここは、おお、だっけ、もう名前忘れちゃった。パワープロ2018に出てくるキャラ。うん、こんなもんか。毎回この招き猫1個。で50連目になりますと。ここも PSR になります。まあ、ただバナー PSR もね割と安心はできる感じはするんで、ね、本当に今回何にも出てこなかったね。おお、エミリーちゃん。あれ、普通のエミリーちゃんとか俺どうなってたっけ。騎馬妹の PR とか初か。というような感じでした。ユニフォームのしぐれちゃんが SR 系手に入ってないのか。まあそれは最悪借りればいいとして。じゃあ、またちょっと、今はねなんかそのサクセス系のイベントがないんで、まあ、新しく入った
キャラを使って、またね、サクセスの方をやっていきたいと思いますので、今回の動画はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。